Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that... はい、おはようございます。本日はですね、京都に今から行きたいなと思います。京都に行くといえば、我が夫婦はですね、髪を切りに行くということで行くんですが、僕はね、もう最近セルフカットでも全然髪もう大瀬さんにお願いしてないから、もはやあそこは僕ヘッドスパの店やと思ってるんですけど、ヘッドスパ行って、で、梅藤さんは今日はカットしてもらいます。はい、あの髪の毛がね、ちょっともっさりしてきたので、久々の Vlog でね。そうだね。はい、行きたいななんて思ってますので、ちょっとあいにくの雨なんでね、声大きめにしますが、今日は、美容室行って、いつも通りの晩飯食べて帰ってくるという流れなんですが、その前に君のアップルウォッチを取りに行きます、はい、今日は。そうですね。はい、珍しく自分で買いはったけどね。そうだね。よかったです。ではね、気をつけていきたいなと思います。はい、レッツゴー。はい、京都着きました。今からはどこに向かってるんでしょうか。アップルですね。はい、アップルウォッチを取りに行くんですが、はい、僕も嫁も午前中はね、ちょっとお仕事やったということで、ちょっと疲れ気味なんですよね。僕は動画朝2本作って、ほんで今から時計取って、それも嫁の時計ね。うん、で、美容室では嫁のカットのためについて行って、嫁が行きたい晩飯に行って、そして帰るというね。はい、ちなみに今日はね、こんな感じです。下はね、ゴアテックス履いてるからね、濡れへんし、靴もね、あれやから、夫婦お揃いなんですよ。ほら。ちょっとこれ映っちゃったじゃん。あ、そっか。映っちゃうじゃん。はい、お揃いです。アップルウォッチ購入。時間間に合えへんねんな。うん、もう母さん見なさしてないしな。あ、そっか、うん、あ、もうどっちかに集中しないと。もう時間間に合えへんねん。嫌だよ。でもまあ、でも仕方ないよね、今日は。まあね。でもできる人はそれを見通して予約ってもう行動するんだよ。俺でも時間はさ、いつも守られんから。嫌な大人。いや、間に合わんかったね。あ、1分しか過ぎないやん。いや、どうしてもトータルすげえ過ぎてるから、もう焦ってるよ、もう汗まみれだし。まあ、俺ヘッドスパだけやから。すいません、遅れました。間違えます。あ、すいません。髪短くなって。もう2名時間。似合ってますね。すいません、勝手に帰ろう。暇やなと思ってきたら、自分で切り出すんですよね。自分で切ったの。そうそう。面白いですよね。自分で切ってすごいですよね。めっちゃストレス発散になるんですよね。なんかシャキシャキ切れてる感じが。あ、ちょっと変わったとか、ちょっと変やなみたいな。好きなんですよね、多分。その自分で作るんが。ほんで、おせさんとか結局いかんままでずっと続いてるっていう。なんか後ろとかもうそろそろ多分厳しいんで、あと何ヶ月かしたら来ると思います。もう後ろちょっとボファってしまう、あのコンパクトさがないですもんね。もうどうしようもないですよ。これですよ。そうなんですよ。これしまったらなんか後ろ。そうなんですよ。
ワックスすごい軽いのがあるんですけど、はい、これとスタイリングオイルなんですけど、はい、これちょっと違う。あ、そしたら若干ツヤ出るみたいな。出ますよ。全然違いますよ。ワックスだけであるのと。いや、ちなみにカットどれぐらいになるんですか？カットの時期。いけそうな感じ。全然僕使ってくださいね。いや、全然。自分で切られてくらいですからね。一応ね、あのお客さんで来てくださってる方はね、もうモデルさんでは呼べないんですよ。あ、そうなんや。こんなじゃあ全然なんか、ある程度多分最初はね大事な人とか行くやろうからそれ終わってからやって全然言ってもらったら、はい、まだもうちょっとかかりますけどね。あと1年2年ぐらいはかかるかなって。そんぐらいかかるかな。西健さんはこれからちょっとずつ最近あのウィングのカットに入って。あ、へえ。2人って何年違うんですか？1年2年。あ、1年。そっか、そんなあんまじゃあ変わらんっちゃ変わらんのか。で最悪もしかして抜かされる可能性がある。あ、ダメや。そんな。でもあと2年追い越してくるかも。2年以内じゃない。25、26でもそれ。今23歳ですから。25、26ぐらいでやっぱ。それは早いんですか？普通。あ、まあ、普通平均ぐらいじゃないですか。あ、最近早いんですよ。2年とかで全部それを収まった。ああ。でもそれね、お客さんからしたら早ければいいって思っちゃいますもんね。別に。人的にはなんか怖いですね。まだまだ知らないこと。意外と真面目な。その中で最近の感じで言ったら、その5年とかになったらまだ早いもん。あ、そうなんや。かなりキラが変わってきてるから、うん、ちゃんとしっかりしたあれがあるんですね。いつもなんか下ろしてはるイメージ、動かすイメージが強かったんで、うんうん、なんかなっちゃう感じの方が。最近全くセットしてないんですよね。今日してきてはったんかと思って。何にも触ってないです。まさかの雨で濡れただけですか？そうなんですよ、びちゃびちゃになってただけで。こんな感じにしてもらってこんな顔して見てます。ありがとうございます。どうでした？可愛くなった。おせさんマジックですね。外ハネしてもらっちゃった。軽くなったな。うん、だいぶ軽くなった。よかったやん。かわいい。行きましょう。
はい、ということで、行ってきました。ご飯美味しかったですね。美味しかった。一番美味しかったのは、俺はパスタかな。あ、ほんと？うん。何やった？私は鴨ロースの、あそこ鴨いつもうまいもんな、うん、みかんがあったり、今回リンゴやったり、イチジク？イチジクやな。イチジクは違う、イチジクかな。イチジクはじゃあ鴨やろ、それは。あ、それは鴨や。うん。でも美味しかったね、なんか。うん、美味しかったね。ということで、まあ、久々の外やったけど、雨やったから ね、 ちょっとバンズのスニーカーもね、靴ずれしちゃってね、足痛いね。足痛いよね。だからもう帰ろうか。もう、まあ、帰るんですけどね。あ、そうか。ではじゃあその辺で帰りたいなと思いますので、ここまでね、見てもらってありがとうございました。このボロボロのアプローチ見てもらっていい？どうぞ。だいぶボロボッチ。こん中にまだ一回も開封してない。開封してない。この中に本当にアプローチ入ってるんかいっていうぐらいボロボッチです。じゃあボロボッチともに、はい、さよなら。バイバイ。